うまっ。今サウナから上がってご飯食べに来ました。そば。いただきます。うまっ。おしゃれ。こんな
のお弁当作ってくれたら最高じゃない彼女は。最高。おしゃれすぎてついていけない。確かに。きゅうり。でもさ、この弁当作るんだったらさ、何種類さ、なんかやんなきゃいけないと思わない？ちょこまかちょこまか。ちょこまかって言うことめちゃめちゃ作り置きしないとね。そう、何種類。これを大量に作り置きして毎日このお弁当でいいならできる。そうなりますよね。うん。サメシっていうの、サウナの後に食べたご飯全部サメシっていうの。ツヤツヤ、ツヤツヤツヤ、うん、最高、マジで美味しい。